隔たらない2人初実写版ということで、実写版、はい、隔たらないね、隔たってないね、もう本当の意味でのゼロ距離になってますよ、うん、いつものオープニング音声使えへんよ。ああそうだねまあ今日は特別編ということで、まあこんな日もあるって、うん、いつものバーを飛び出して、そう、はい、あ今日はねこの山梨の生ワインなんかね飲んじゃったりなんかしちゃってね、うまそう。ではまずは、はい、チェース。チェース。あ、なんかブドウジュースみたい。ああ、そうね。うん。なんか酒感ないね。ない。うん。あのイキリじゃなくて。うん、なんか後味がすごいブドウ。ね。あ、でもやや辛口って書いてある。うん。すっきりはしてる。ね。アルコール何パー入ってない。書いてある。12.5。おお。じゃあまあそれほどでも。そうね。うん。そう。で今日やりたいことがあってね。急遽ねこういう会になってるっていう。うん、あのいつものスタイルじゃできないことを、ね、したくて。うん、ああはい。あの乃木坂ちゃんってさ。うん、まあ、ビジュアルはもう申し分ない美しさじゃないですか、うん、そうね、と同時に名前、うん、乃木坂ちゃんたちの名前ってもう仕組まれたかのように綺麗な名前ばっかりじゃないですか。わかる。で綺麗だし、うん、あと乃木坂らしいって思える名前多いじゃない、うん、っていうかみんなそうじゃん。わかる。なんかこの子あんま乃木坂っぽくない名前だよねっていう子って少ないじゃん、うん、少ないっていうことで、うん、ちょっと思いついちゃったわけなんですよ、うん、我々が乃木坂っぽいって何かを見て感じるっていうことは、うん、その逆ができるのではないかと。あ、はい、乃木坂っぽい名前を作り出すことができるんじゃないかと、うん、あ、はいはいはい、だって名前なんてそうね、うん、そんな決まった名字と決まった名前の組み合わせでしかないわけよ、うんうん、そんな種類ないよ、うん、だから絶対乃木坂らしい名前、うん、思いつかず、いやな、うん、隔たらない2人。いやまずは1人目じゃあどっち先行で。ああ、どっちもいいよ。じゃあ私からいきます、はい、こちらです。お、宮下紗友。はい。ああ、どうすかね。いそうちょうどよくない。ちょうどいい、ちょうどいい。このね、うん、この差の字がポイントです。うん、なんかこの差乃木坂じゃない。わかるわかる、うん、で、この宮っていうこのちょっと高貴な、うん、絵が、枝なのがいい。あ、そうそうそう、あの自然のものが入る感じと、うん、あとテーマカラーが紫で高貴な色なんで、うん、まあちょっとまあベタだけど、うん、高貴な字を入れてと、うん、これです。僕はね、はい、あのもうすでに何人か現役でもおるパターンを踏襲して、うんうん、なるほど。崎山いつき。おお、ひらがなパターンだ。そう。おお。遠藤さくら。伊藤かりん。伊藤かりん。おお。ひらがな。なるほどねー。で、あと、うん、あの名字4文字、名前3文字。ああ、そうだ。この間その話した。そうだね。で、ちょっとあの、うん、ある名前やけど、うん、ちょっとだけ変化球。あー、崎山ね。崎山。山崎はいるけど。そうそう
で、さつきはいるけど、いつきみたいなね。そうそうそう。あー、すごいいいね。この感じ。あ、お互いなかなか初手からいい感じだね。いいね、うん、いや、いいんじゃないこれ。あ、じゃあこれで出たやつここに記録していこうか。どんどんいきますか。そう、2人目いきましょう。2人目これね、結構ね、名前考えるの得意なの。うん、昔アイドルグループをプロデュースしてて、うん、そのメンバーの名前をね、うん、あの社長自ら考えてた、うん、芸名を。はい、できました。お、じゃあ今回は、はい、どうぞ。はい、三輪葵。おお、三輪。あー、美しいじゃなくて。なるほどね、そっちの三輪ね。三で文化の輪に、うん、なるほど。そこだわりは、あの、まあこれも同じやけど、うん、読める名前。ああ、そうね、そこ大事よね。あとはあの乃木坂、超乃木坂スター誕生で、うん、小川彩がめっちゃ言う、うん、あの名字二文字、名前一文字っていう、うんうん、そのパターンをやりたかった。ああ、なるほど。なんか三文字の座りが綺麗、うん、ちょっとね、そこまで難しい感じもなく、うんうんうん、だからいそうだわ、うん、ちょっとフィクション感がある、ね、そうそうそう、うん、まあね、あのそもそもそう桜井玲香がおったグループですから。そうなんだよね。そう、なんかあの辺ってさ、ほんと、うん、フィクションから出てきたような名前だもんね。そうなんや、うん、そういうのがいるっていうのが乃木坂だからね、うん、そうそうそう。じゃあ続きまして、はい、こちらです。大和美羽。おお、はい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 。あー、なるほどね、うん、いそうじゃない。あー、確かに。そうね、うん、まあ、うん、いそう。なんか、なんだろうな、平凡っちゃ平凡なんだけど、うん、ちょっとかっこいい感じになってるっていう、うん、ところかな。あの全体的な画数の少なさの。ああ、そうそう、画数の少なさ。うん、わかるわかる。そう、画数の少なさ大事よね。そうなんだよね。なんか、ね、ごちゃつくとね、ちょっと乃木坂感薄れるよね。うん、だからその点、うん、あの斉藤飛鳥って響きは乃木坂感あるけど、うん、漢字で見るとちょっと異端なんだよね。そうやな、なんか他でバランス取ってる感じがする、うんうんうん、だから星野みなみとの座りがすごくいい。あー、確かにね。星野みなみとか遠藤さくらとか、うんうんうん、そっか、遠藤さくらってさ、うん、あの遠藤で漢字のさくらだったらちょっと座り悪いよね。そうなんや、ちょっと違うんやな、うんうん、だから親御さんもそこ考えたんだ。うん、うん、バランス悪いなって、ひらがなの方がいいなって、だからあのカップスターの乃木坂毎月劇場で、うん、ハミング斉藤飛鳥と遠藤さくらって出るんやけど、うん、あの文字の並びがめちゃめちゃ綺麗。ああ、あのクレジットのね。そう、ああ確かに。あの座りいいよね、うん、ということで、うん、これもまた、うん、いいじゃない、うん、やっぱさすがですね。こんなことばっか考えてるから。葵っていう文字なかなか普段書かないね、うん、このミワちゃんだったら、うん、あだ名リンちゃんだな。おー、はい、このばっかで、うん、確かに同期にそんなあだ名つけられそう。デンちゃんみたいなね。で、2年ぐらい経ったあたりから、うん、あのちょっと先輩メンバーきっかけで、うん、
葵って呼ばれ始めそう。あーちょっと大人になり始めた感でね。そうそう、仲いい同期は一足先に葵って呼んでる感じで、あの古いオタクとかが、うん、握手会とかで、うん、あのリンちゃんってずっと呼んでると、うん、あやめてよみたいな言うパターンね。そんなに絡みのない先輩はずっとリンちゃんって呼んでる。あああるなちょっと距離ある先輩ね。そうです、うん、浮かぶわ誰かなじゃあどんどん行きますか、ね、どうしようかなちょっとだんだん難しくなってきたね。いやそうやねんな、やっぱ必殺最初の方に出しちゃうからね。いや違うな2人までが限界なんかこれどうかな、あんま自信ないが。分かるわ、なんかちょっと行くだけ行くわ、うん、伊藤かなで。あーはい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 、あそっちの伊藤ね。そう、伊藤これまで いっぱいいたじゃん、うん、この伊藤まだ出てないんですよ。確かに。で斎藤はもう出揃ってんだよね、うん、全種類。ちょっと伊藤のコンプリート目指したいなっていうのと、うあとこのこれだけで奏でもいるけど、うん、この花をつけることによってみたいなやつ、はい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 、ちょここで乃木坂感出そうかなみたいなね。なんかね確かにちょっと6期7期とかのぐらいの世代で増えそうな名前って、うん、そうよね、うんうん、そうあの一通りキラキラネーム系が落ち着いてスタンダードな方向に回帰しつつもちょっと個性出したいみたいなね。あかんちょっとふざけてまいそうになった今どういうこと。いやちょっとだいぶふざけそうになって今。おお今だいぶあかんふざけ方しそうになった。違うわ。いやそれはそれで気になるな。じゃあちょっとやるだけやるわ。あいいよ。はいはい、これ草の弥生ちょっと元ネタがよぎっちゃうな草間弥生が出てきちゃうなでこれね、うん、あのいやもう言っちゃうけど、うん、僕今まで言ってるやつ、うん、あのどっちもスピッツの名字やねん。あああれ崎山さんっていたっけ、ドラム。あそうなんだ。崎山達と。えちょっとそれはずるいよちょっとそれはずるいよで草野、うん、田村はおるからああ一応書いとくよちょっとこれは、ね、だいぶ水玉好きそうにもうスピッツは出揃った。田村はもう、ああそっかそうだね、おるから。でも田村で考えるのもありや。田村はねちょっとねもういいかなってもういいかなでも三輪と崎山は割と、あ三輪と崎山いいよ、あるうんいそういそあるラインやと、うん、草野はちょっとふざけたいやでも弥生がくっついちゃったのがあれなだけで、草野でどうにかするのはありだったと思う、ね、いやでも草野はねちょっとね、うん、ちょっと違う感じがするんやな。あーそう、うん、なんかね今後乃木坂が続いていく中で、うん山田さんって入ってる山田ね、確かにまだ出てないね。 AKB は過去にいるけどね。 NMB とかもな。うん乃木坂はなさそうだね。そうなんだ、うん、山田さんってなんかちょっとなさそうな感じがする。うん草野さんもそれな気するんや。なるほどね。なんとなく山田田中ラインはなさそうだね。となくね、なんか不思議やけどな。斎藤鈴木はいるのにね。佐藤もいる人。あ、佐藤もね。伊藤もね、うん、高橋おらんの。あ、高橋いない、うん、高橋ね、高
高橋って割と高貴な名前ではあるんだけどね。まあなあとは今日本で3番目やからな。まあ人数だったよね。考えると池田テレサってすごい、すごい名前だよね。吉田綾乃クリスティとか、そう、あのベタ名前に変わった名前をつけるっていうのはね、うん、できました。うん、これ早いでしょ。うん、田淵よりあーねー、多分アンダーだね。うん、3文字3文字はアンダーなんだよ。わかるわかる。でも いるよね。うん、わかる。うん、なるほどな。まあ、相良伊織がいたけれども、うん、やっぱね、この衣って字はね、うん、結構乃木坂ワードではあるよね。そうね、衣と織でどっちも衣系というか、うん、そうそうそう、衣服の感じをね、うん、やってるからな。うん、そうか、どうしたもんかね。でもこの縁っていう字がね、うん、結構好きなんだよ、ね。うんうんうん、なんかちょっと華やかな感じするね。うん、あんな同じような名前になっちゃうな。おお、折ったら、まあ、ちょっと折ったらどうしよう。まあまあまあ、名前なんてね、だって山崎怜奈山崎怜奈芸能界に4人ぐらいいるからね。確かに。なんか単純に申し訳ないから一旦。ああ、うわ、あぶね、あぶね、いた。あぶね、AV女優におった。出た出た、そのボタン。あぶね、そう、綺麗でかっこいい名前考えようとするとね、AV女優にぶつかるのよ。これ結構ある。これはもう、うん、AV女優か地下アイドル、 あるな。うん、ああでも俺調べてないから、俺が書いたのもね、ある気がする。あるかもしれないな。うん、そうね、ちょっと同じような名前になっちゃったわ。お、どんなのな。確実に中国地方出身です。ほうほう、倉敷すみれ。おー、また名前が、あー、そのパターンね。ひらがな。あー、でも倉敷はね、やっぱあのイメージあるしね。そうそう、うん、確かに、うん、そのあたり出身。そうだね。そっか、スミレっていそうでいなかったね。そう、うん、ヨダがもともと、うん、ああ、そうだ、スミレになりそうだったってやつね。そういうのもありで、うん、倉敷すみれさん、名前負けしてるって言ってかわいそうにしてやってたっていう。これ選抜パターンだね。うん、4文字3文字で倉敷って名前ずるいな。うん、ちょっとね、うん、じゃあなんかこの字面見ただけでなんか美女来そうと思うもん。なんか最年少で入ってきても、あーっぽい、斎藤飛鳥パターン。うん、なんかね、あんまりうん、かっこいい名前すぎてもちょっと違う感じがするよね。そうなんだよね、難しいよな、絶妙なラインなんだよね。うん、桜井玲香ってほんと完璧な名前だよね。うん、名前ひらがな3文字がすごい逃げの感じがする。確かに、もう漢字当ててほしいね。もうそれはいいわ。うん、なんか強い名字やとやっぱ浮いちゃう感じするんやね。あ、なんかね、そのありきたりすぎて、うん、ちょっとあれかなってなるパターンもあれば、うん、その
カッコつけすぎて違うなみたいなのもあるやん。あー、あるある。だって片桐ってちょっと違うくない？あー、ちょっと ね、うん、かっこよすぎるね、うん、なんか少年漫画のに出てくるキャラとか、うん、にありそうな名前だとかっこよすぎるよね、うん、キザになりすぎるとやっぱちょっと違うんやな、うん、ただ単純にはね、僕の字がダメっていう可能性。そういうこと？字が下手。ああ、俺ね、携帯に打っても違うなって思ったあー、どうかな、行ってみるか。あとさ、うん、ちょっと悩みどこなんだけどね、うん、この違いが多分乃木坂間の左右すると思うんだけど、うん、例えば桜って二文字あるじゃん。あ、はいはいはい、それ系。あ、なるほどね、うん、でね、ちょっと悩んでる、うん、ただね、そっちの字にしちゃったらね、なんか違うんじゃないかなっていう。だからあえてこっちにしてみるっていうパターン、うん、でちょっと言ってみます、うん、西島美琴。あ、ちょっと行き過ぎたわそうね、ちょっと行き過ぎた。そうね、あ、そうね、わかるわかる。そうなんだよね、この島をどっちにしようかっていうのをまず悩んで。わかるわ、うん、山鳥か。そう、山にしたらね、もう結構ゴテゴテになっちゃったから、ここで山じゃない島にして、うん、ちょっとすっきりさせてみたんだが、やっぱみことがね。そうねそう、あのね、俺もね、うん、俺も4文字3文字パターンをやりたかったの。うんうんうん、みことはね、ちょっとちょっとね、ちょっと行き過ぎ感がある。ちょっとすかしたね、うん、そうなんだよな、やっぱ絶妙なラインって難しいよね、うん、西島みことはね、うん、ギリアウトなの。わかる、うん、そう考えると山下美月がすごい絶妙だ。絶妙ギリオッケーのライン、いや、ギリオッケーっていうか割と完璧なラインだよな、うん、山下でバランス取ってる感じな。ああ、そうだね、ちょっとこれ三角につけとこう。草の弥生も三角にしとこう。俺三角バツでもいい。バツでもいい。でも他割と OK ラインだよね。そうね、うん、むずい。とりあえず12人揃えるまでやろうか。そうね、今ね8人、うん、まだまだあるよあー、なんかあんましっくりきれへんな、うん、でも、高梨舞。あー、字はよし。あー、まあ、今はどうだろう、白石飛んだやつだけど、うん、なんかね、ちょっと煮詰まってきた感があるよな。そうだね、なんかちょっと逆に普通になりすぎた感があるね、うん、なんかね、守りに入った感があるよな、うん、そうだね。高梨舞三角かな。三角やな。丸12人出しましょう、うん、丸12人出した後のことをちょっと考えてるんで、はい、まあ多分想像の通りだと思うけどなんか俺考えるとアンダーっぽくなるなあー、確かにな、田淵さん、伊藤さん、あ、でも大和さんは選抜っぽいな、うん、うん、宮下さんちょっとアンダーっぽいな、なんかアンダーと選抜のボーダーっぽい。
そうだね、なんか行ったり来たりする感じだよね、うん、そんな感じだね、うん、いやこれその辺の子好きなんだなやっぱね、左右しかり、うん、リリアしかり、うん、そういうのがね、こういう思考に出てくるっていうのが、ね、面白いね、こういうのをやるとね。なんかすごい不思議なんやけど、お伊藤って、斎藤って、遠藤がおるわけや、うん、うん、でも、不思議と近藤って乃木坂っぽくない感じですよ、ね、あせんくない、なんかそうね、ちょっと違うよ、ちょっといかついイメージあるんだろうな、近藤勇とかのイメージが強いから、うん、文字の響きなんやろな、うんうんうん、そうね、なんか文字面としてはなんか、うん、ありそうな、ね、ぽいんだけどね、五感じゃないかな、近藤ってなんだろう、分かんないけど発音が硬いからな、あーまあ今後入ってくる可能性もあるからね、まあ、うん、美しいって字使うのちょっと緊張するのよ、そうなんだよね、使いどころだよね、入ってみるか使わんパターン、おちょっと3文字3文字パターン、お壺の岬、おお、あーでもなんか文字面はいい感じするね、そうそう、うん、ちょっと美しく咲くではなく、うんうん、あの一文字で岬、あいいね、それ結構乃木坂感いいんじゃないの、うん、そうそうそう、ちょっとね、うん、なんか自然のものも入ってるし、うんうん、これ丸なんじゃないですか、ちょっとこれは、うん、いい感じのがまとまったかな、まとまってるね、美しく咲くやつ途端になんか違うなって、そうだねなんか水商売感が出るよね、うん、不思議なもんね、うん、うん、よし来た、これいいよ、うん、これちょっと自信あるよ、うん、これね、あのちょっとね ロジックに基づいて考えてみた、うん、はい、お渡辺ゆりか、あーはい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 、桜井玲香パターンで、うーん、おー、そう、あの渡辺っていうちょっとごつい目で普通な名前にもうあの少女漫画のような名前を載せるっていう、ゆりかのか違うのにならんかな、あー、花とか、加える、あー、なるほど、やってみようか、うん、どうでしょう、さっきのよりはこっちな気がするうーん、なるほどね、文字としてのまとまりでね、うん、ありだね、うん、うん、よし、これにしよう、うん、この人はアンダーかな、もう出ました、うん、ミシナジュン、おー、どう、あー、なんかセクシーな感じがするね、そうね、なんやろね、なんだろうね、色っぽいよね、色っぽいね、なんかジュンって色っぽいよね、うん、純粋のジュンやのにな、ね、だからなのかね、あー、その品使われたのちょっと痛いな何、いた、ちゃうじゃん、おっちゃん出てきたなんで、あー、そっか、ジュンってね、男の名前でもあるからね、うん、あの、うん、ね、飛行機のあのビジネスクラスで料理出してるシェフが出てきたマジでおっさんだねあ、しかも、もうそう、まんままんままんま、字も一緒、字一緒で、でもいいんじゃない、ミシナジュン、ミシナシナはやっぱちょっとシナの字ずるいよ、使いたくなる、使いたくなる
サラシナとかね。だってクラの時どうしてもシナがもうよぎってくるからね。だからもうカナしかないって。本当だよね。これで10。お、ラストあと2人やな。これで1人ずつ出せば幻の6期生が誕生します。白石麻衣ぐらいの出したい。大園桃子みたいなんです、ね、あー、そう、あのね、今ね、桃の字を使いたくなって消した、うん。なんか割といいのいっぱい出たからね。そうやねんな。最後の一手ってなると結構緊張するね。緊張して出てこなくなるね。くそー。どうした。いや、ちゃうな、なんか、いや、カタカナの名前行こうかと思ったんやけど、あ、中西アルノがおるからな。あー、アルノなんてどう思いついたんだろう。アルノ川やっけ。あ、そうだっけ。ええー、イタリアの川の名前。あ、そうなんだ。おしゃれ。なんか仰々しい名前を考えちゃうね。画数いっぱいみたいな。そうなんやな。うん。さらっとね、してないとね。ちょっとこのターン鳥にはなりたくないな。ロッキーはちょっとダメやったらね、まだ全然やっぱ次のパターン考えたらいいけど、うん、ロッキーっていうことでちょっとあの最近の名前で、お、木島かのん、うわー、花の音で、うわー、いいね。はい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 。あ、すごいっぽいね、うん、そうそう、ちょっと名称メンバーって感じやな。なんかこれこそひらがなでもいいけどね、名前。そう、これでカタカナちょっと迷ったり。ああ、なるほど。カタカナカノン。はいはい。でもちょっとね、ちょっとないね。ああ、ちょっとラノベ感出るね。そうそう、花の音の方がまだ、うん、あの木島に対して柔らかいからいいかな。確かに、いいと思います。はい、マミヤサラ。あ、どう、あああああ絶妙だな。絶妙だよね。絶妙だな。でもロッキーなら、うーん、一日にはいない。うん、うん、わかるわかる。そうね。この辺がいてもいいんじゃないかなっていう、うん、ちょっとギリギリを最後攻めようと思って、うん、オルガンです。大丈夫ですかね。これ名字マミヤ。これでマミヤ、うん、でもまあもう画数のバランスとかは、うん、そう、バランスよし、うん、うん、もうさらに意味はない。うん、親としての意味は持ってないです。五感だけ。五感です。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃない。いいと思う。ちなみに、あの僕が五感だけど、うん、ああ、ボツにしたやつ。なんかちょっとこっからあと続きそうやからやめとこうってなって、葛西凛っていう。どうしても開口炎が続いちゃう。そうだね。なんかやっぱ漫画のキャラっぽいよね。上野氏が考える。やっぱ漫画好きが出るね。あとね、もう一個、ね、これはちょっと、うん、あの、もしこの、もしこの子が、うん、2027年頃に入ってきたら、うん、なんかエモいよね。うん、橋本七海。あ、まあ後々来ると思う。うん、字は違う。
そう、あのね、俺ね、一回ね、なんだっけな、あのね、西島さんを考えてた時に、あの、西島七海だったなんか聞いたことあんなって思ってあれあれ、もう島か川かや、そうそういやでも無事、うん、丸が12に合格したということで、うん、ちょっとこっからね、うん、あのプロフィールを考えていきましょうと、うん、大体思ってたとは思うんだけど、うん、